ついに今回から狩野翔のドライブの旅がスタート。まさか打ち合わせだけで3回もかかってしまうとは。まあただまずは最初の目的地白金青い池へ向かいます。それでは狩野翔の未踏ドライブシャープ4スタート。今回旅のお供、これが大事でございますよ。ドライブしますからね。こちらです。じゃん、レクサス。レクサス、実はですね、トヨタのレンタカーの方でね、お借りすることになったんですけどもね、最初にハリアーをということで手配してたんですけど、なんか悪天候で、手配できないということになりまして、料金そのままでグレードアップしました。まさかのレクサス。あ、不幸中の幸いだった。乗りたかった車に乗れるということなんで、じゃあ早速行ってきます。行ってらっしゃい。トイレに。おい、まあ、そっちか。よし、じゃあ改めて。結構眩しいですね。シャープ3のラストもおしっこ行ってなかった。よし、お願いします。お願いします。やっぱいいね、レクサス。インテリアもね。出口はどこ？出口はここ。出口1って書いてありますけどね。出口いっぱいあるんだ。いっぱいありますね。寒い、寒いよ。よいしょ、どういたしまして。なんか結構いい感じに撮れてる。あれです、いい感じに撮れてるはず。あんまこうよそ見しない方が、はい、真剣真剣、はい、ようやくスタートしたけど、ただいまの時刻、11時18分。あれ？じゃあ元々の予定は、あれ？11時18分はもう最初の目的地のもう出てるくらいの時間。そうですね。ですよね。2時間ぐらい遅れてない、なんか大丈夫？なんでこんな時間？2時間何してたんだろうね。なんでこんな時間になったの？失われた2時間が。レッドボール飲んでるし。最初があそこですよね。白金青い池。青い池。青い池ね、有名ですよね。ここからだいたい30キロぐらいですか。到着が40分。あ、予想57分です。11時17分ですね。今何時ですか。11時18分。あ、ここなんだ。おお。今だいたい30分、40分くらいで。はい。ついて青い池の、青い池って行ったことあるんですか。これはね、どこ行くっていう番組で出た、はい、野上翔、深松もなく、渡辺翔氏と行って、はい、あの時は青い池を見て最後、旭川空港から帰りました。へえ。青い池でも、しかもあれ雨が降った後とかだと青い池じゃないんですよね、確かね。え、青い池の周りってあるんですか、なんか。あれも結構天候に左右されるところだったような気がするな。ない。あ、景色はいい。え、めちゃめちゃ景色良くないですか、もうこの時点でも。北海道のね、道はいいよね。運転しやすいだろうな。あれ、どこ行くの時はレンタカー借りたんです？あの時はね、バスなの。バス、毎回あれはバスで乗ってて、で最一番後ろの座席のところでトークしながら移動していく。それも楽しそうだね。バスって貸し切りのバスどうですか。あ、もうそれも楽しそうだけど、北海道は自分で運転するのもね、楽しそうだね。でもね、結構大変でね、事前に何時何分にここに行って、次ここに行くっていうルートを提出できないんで、本当にバスツアーのように遅れられない移動。あ、すごい道。じゃあ今さっきまでの僕らみたいにポタポタしてたら、今後どうだ。時が来たとか言ってる場合じゃない。時が来た、それだけだ。どこで2時間失われたのかさっぱりわかんないですもんね。だってね、いや本当景色いいわ。めっちゃいいですね。もういつかこのこう北海道を運転したかったんで、もう運転してる姿をこう、はい、見せるっていうか、そういうのは過去にあるんですか。多分ほとんど初めてじゃないですかね。あ、一瞬だけあれです、 YouTube のもう今タイトル変わっちゃいましたけど、僕と山谷くんがあまりにも行けなくなっちゃったんで、はい、ロクソラリウムはい、はい、あれの企画が動き出した時は僕が運転してる姿がちょっとだけ
映りましたけど、それ以外はないんじゃないかな。レアだけどこの旅終わるからね、もう見飽きてると思う。身も蓋もないこと。あ、その見飽きた頃からがちょっと楽しみですね。だってまだこの、あの与田さんの口数がね、ちょっとずつね、寝てんじゃないの。早い。そうなんです。ここからですね、エンジンかかるのは。これなんかあれですね、運転しやすいからうっかりぶっ飛ばしちゃいそうで、まあ、怖いですね。速度制限をちゃんと守って、はい、守んないと。確かにめっちゃ遅く感じるけど、もう60超えてる、ね、うん、ちゃんと法定です。なんかすごいな、レクサスって。え、なんだこれ、車の安定感やばない？やばい。なんかやっぱりこのレクサスが前、はい、はい、聞いてる、はい、はい、おしまいました。この運転代行の人にこの前何が一番運転しやすかったですかって聞いたら、やっぱレクサスだって言うんですよね。揺れないっていう。レクサスの人は代行めっちゃ使ってそう。ああ、使いそう。本当安定してる、うん、あんま揺れない。なんか撮影とか向いてるのかもしれないですね。向いてるね。確かに小刻みにガタガタ揺れると結構大変なんだけど、うん、いや、レクサスの CM やれたら。諏訪部さん、ボルボ、うん、梶原学徒、ハスラー、ハスラー、仮の賞、レクサス、レクサス。僕もあれです、実はスバルはやったことありますよ、何とか、はい。じゃあ次回はスバルでドライブします。いや、やってレクサスにしましょう。レクサスにしましょう。そこはスバルの方が良かったんじゃないの。早かった、いやいや、スバルもいい車ですよ。使いづらいし、ね、しかも。レクサスちゃんと借りると予算が、うん、確かに。そうですよね。これ10万ちょっとでしたね。あ、でした。さっき調べられました。いや、それを 10% オフの金額が、はい、多分その本来の車の価格だから 10% オフって書いてあったのは、はい、車の価格を下げるために、それで8万ちょいぐらいみたいな、うん、あ、いい値段するよね。そうですよね。高級車ですからね。もうこのレクサスのこの中いろんな機能が動くたびに新鮮に驚いてますよね。北海道はどれくらいぶりですか、清水さんは。北海道、どっちが後だったかな。どこ行くの旅か、中国と小樽、うん、札幌を日帰りした時とか、どっちか。あれ、小樽最近じゃなかったか。札幌日帰りもなかなかハードですね。めっちゃ大嘘こいた。なんだったら与田さんと一緒に小樽行ってたわ。ですよね。数ヶ月前に、うん、うちのマネージャーはね、大体北海道にいますから。あの時はまだ夏ですもんね。夏で小樽、新千歳からの札幌、小樽、ニセコで帰ってきたのかな。与田清水の打ち上げの旅って。何そのふざけた旅。夜飲むだけのいいなぁ。裏テーマ、最後新千歳空港結構飲んだなって。あんなに飲んだの初めてって言ってましたよね。何、与田清水の打ち上げの旅って。でも結構最後時間余裕あって1時間以上飯食う時間あったから、うん、他の人たちみんな普通に買い物してたけど、もう目が与田さん行くよねって。もうどうせ与田さんお土産買わないでしょってバレてた。酒でしょって。もう僕はもうご当地スタバさえ頼めればいいっていうテンションだったな。全力で走ってた。あれ、そのご当地スタバがやってるシーズンですか。シーズン、そうです、そうです。そうだ、各都道府県のあれですよね。そうす、閉店時間ギリギリに飛び込んで走って、うん、よくね、酔っ払ってんのに走ってスタバ行くなんてよくない。今ジンギスカン丼ってのがありましたよ。ジンギスカン丼、わー、お腹空いてきちゃったな。これご飯まだ食べてないのかな。なんかあるわ、そこに。なんすかあれ、全部の豆。全然違う、全部の丘。豆全部の豆です。看板の見間違いっていうのもね、古今東西全部の豆。楽しいんですよね、ドライブ中ってね。
いやー、テンション上がるな。ちなみにその時新千歳で与田さんと飲みながら、はい、今回のロケのスケジュールを詰めてました。あー、確かに。あれですね、今与田さんとオタルで遊んでるよって自慢ラインが来たのはその前日。前日かな、うん、じゃあ一応無駄ではなかったということですね。武田信玄って北海道なんですか？違うよ。風林火山武田信玄って書いてあるでしょ。書いてあるけど、なんであるんだ。社長が好きなんでしょ。好きなんですかね。なんでしたっけ、あの風林火山のなんか読んで字のごとくみたいな。風のごとく。なんちゃらのごとく。風のごとし。動かざること山のごとし。山のごとし。なんかあんまり都内では見ないお店とかが、まあ、当然ですけど多いですね。北連。お、失礼しました。前パトカーですか？前パトカーです。あ、ここ踏切だ。あ、気づかなくて行っちゃいそうだった。止まれみよって書いてある。止まってみろ。止まってみろって。ちょっと煽ってる感じ。もしかみよちゃんに言ってんのかもしれない。止まれみよ。なんすか今のネタ。あ、青い毛出てきましたよ。みよちゃんに言ってるんじゃ。まあでもね、男3人のドライブってそういうのも楽しかったりするんですよね。そういうわけのわかんない。ああ、でも飛行機の中で幸せの黄色いハンカチ見ながら来たんで、北海道知識を高めながら来ましたよ、ね。もう時代が違うでしょ。昭和？昭和とか武田鉄矢さんがめちゃめちゃ若かったですね。まあ、あれ何年のやつなの？分かんないですね。だって多分今の狩野さんのファンとかの人たちって金八先生すら見たことないですね。ああ、だって僕ですら金八先生のよってあれですね、上戸彩さんのあれですよ。ああ、何回もやってるから、うん、多分今の若い子たち知らないんじゃないですか。金八先生は知らないかもしれないですね。学園ものって何になるんですかね。今日から俺はだ。え、それは中学生とか高校生じゃないですか。多分 GTO も分かんないでしょうね。多分ね。極戦は？極戦もルーキーズも知らないんじゃないですか。GTO でもリメイクしてるじゃないですか。ああ。それなんかあっちこっちでなんかサイレンの音が聞こえるんだけど。不安になる人。収監されちゃう？収監されちゃいますか？逮捕とかすべてをすっ飛ばして、確かに営業時間内じゃなくても入れるかもしれない。確かに。捕まれば。青い池だ。青いね。青いね。でも晴れてよかった。さっきの天気の青い池。いや本当北海道ってね、天気がねコロコロ変わるんですよね。てか普通の風景がすごい綺麗なんだけど。いや本当。札幌スタートとは違う景色だね。違いますね。ちゃんとなんか住宅地と住宅地の間にフィールドがあるんですよね。そうですね。見通しがいいもん。あと俺でも運転できるとか言ってる。多分大丈夫だ。ペーパードライバー用座が。いつでも眠たくなって、大丈夫か。いただければ。はい。なんだっけ、都市伝説かよくわかんないけど、北海道で免許取ると試験の時に信号1個しかない道があるところ。いやでも割とそういう道多いかも、北海道って。それで言ったら沖縄は電車がないんで踏切がないんですよ、うん、あ、一時停止が。あ、だからその教習所内になんかあるんです、はいはいはい、なんかそういうっぽい雰囲気のやつ、はいはい、それでちなみに今ここ走ってる道は見る限り駐停車禁止の看板すらないもんね。うちの親父の時はなんかこの前話聞いたんですけど、おもろかったです。まだアメリカの時だったんで、お、左ハンドルの右車線の時の免許取得で、はいはいはい、そのなんか最終試験の日がなんかもう台風来てて大嵐の日で、でもう津波半端ないしみたいな、これでもやるのみたいな感じで、ザッパンザッパンなんか海を車体中で受けながら最後の教習を受けた。おお、道見えないよって言いながら。結構チュラ海行こうぜって気軽にこう車ブローンってやるとめちゃめちゃ時間かかりますよね。那覇から2時間半くらい。チュラ海ってしかも本当チュラ海しかないんで周りに。確かにない。一応ちょっとした観光スポットは若干あるけど、うん、そんな北海道で運転しながら沖縄の話してんの。そこに行ってほしい。おお、
竜宮城っていうところがあって、あ、なんかそれ知ってるな。北海道の話しなさいよ。北海道頂上園っていうのがあるんですけど、はい、本当人生で一番蝶見ますから、そこで。しかも1種類しかいない。え、何蝶ですか？モンシロ蝶？知らん。アゲハ蝶？知らん。一種類でしょ。そして本当に信号ないですね。これちょくちょくあるこの矢印、何なんですかね。あれね、雪積もった時に、はい、ここがそこの境目だよっていう線の線だ。なるほど。あ、そっか。それ分かんなくなっちゃって、そのままドドドって行っちゃいますからね。そうそうそう。ちょうど僕があのあれですよ、この空港着いた時は武田鉄矢さんの乗せた車がゴゴゴーと落ちちゃったところでしたね。幸せの黄色いハンカチ。そろそろトークが疲れてきたのかもしれないです。あ、久しぶりだ。大丈夫ですか？でも青だね。青ですね。止まることを許されない。いや、旅行会社の、あ、いい道、あの通販番組やってたじゃないですか。ああ、はい、はい。あれよく北海道紹介するんですよ。あ、そのツアーの中に、あの北海道白金の青い池、はいはい、こちらにも巡ることができますよっていう紹介をするんですけど、僕は行ったことを見たこともないので、まあ映像としては見てますけれども、まあでも映像映えが半端ないから。道路のこの白樺の木がいいね。なんか北海道って感じですね。違うからちょっと見える感じが違うかも。前夏だった前の来た、明らかこういう風景はね、どっちの方がいいんですかね。本州では見られないのかな。どうなんだろう。東北の方とかにあるのかもしれない。そして今アイリスさっきより寒いです。6度です。6度、はい、長いですね。あ、入り口来てきたよ。え、マジで。ナビ青い池入り口でしたね。まだその先はない。その先別の入り口があるのか。青い池通り過ぎて、青い池って書いてある。マップ上からめちゃめちゃ。本当だ。おい、どこ案内しようとしてくれとんねん。後ろ車来てるんで。はい、ちょっとあの、え、来てますけど、だいぶ遠いです。ちょうどよかったです。だんだん通り過ぎる前に気づけばよかったなと思って。いや、だんだんこの長いこの変わり映えのしないこの道にだんだんもう飽きてきてた。の君はどこに案内しようとしているんだね。さあ、ナビってたまにそういう時ありますよね。ああ、ここ前来た来た来た。あ、でも入り口はいろいろある。全然なんか遥か遠くに案内しようと。え、なんか、あれ急に裏切って右方向で、うん、ナビが。あ、でもなんか、またぐるーっと戻れみたいな。今ちょうどシーズンじゃないんですよね、北海道って。え、でも、いい感じじゃない、一番いい。北海道多分ね、一番観光客の方が多いのは今もう夏ぐらいでしょうかね。からなんじゃない。どうします、目標滞在時間。あとはまあ雪祭りをやってる時だったらね、そのぐらいの冬もあるかもしれないですけど。今11時55分です。12時半には出発したいですよね。そうだね。そうですね、はい、間に合うか間に合わないかの遊びしたいから。遊びしたいか。間に合わせますよ、なんとしても。目的地をいきなり通り過ぎたものの、なんとか無事青い池へと到着した一行。待ち受けるのはどんな素晴らしい景色か、え、それともっていうことなんですけれども、それともってなんか気になりますけどね。まあなんかなかなかね、まあ、僕もあの北海道、まあ、さっきの天気とか見てて晴れてたのに急にまた雨が降り始めてって、結構ね北海道の天気ってよくコロコロ変わるっていう話もよく聞いておりますので、まあそういった感じでね、移動時間とか、あとはまあそういう行きたいところに見られるのか見られないのかっていうのの他にね、天気との戦いみたいなものもこれから繰り広げられるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、運転する翔ちゃんはね大変だったと思うけど、どうにか頑張ってほしいなっていうふうに思っております。まあ楽しいしね、北海道をドライブするっていうことで楽しいので、まあそれも楽しんでいただきつつ頑張って、最後まで駆け抜けてほしいと思っております。というわけで次回、狩野翔が青い池で見たものはということで、次回もお楽しみに。